この際村上誠一郎君から関連質疑の申し出があります。茂木君の持ち時間の範囲内でこれを許します。村上誠一郎君。委員長。村上君。実はですね、今回、原発問題に、質問させていただくわけですが、実は今回で3回目であります。4月27日には、もうすでにメルトダウンが起こっていると、水管化なんかできるわけないと言ったにもかかわらずですね、政府は認めようとしませんでした。8月と、あの10日にはですね、循環型冷却管はうまく働かないだろうと。そしてまた、冷温停止というのは、まやかしであると申し上げました。ご交渉のように、ここにですね、東京新聞がありますが、まさに、冷温停止はまやかしだと、メディアもですね、だんだん書き始めております。私はですね、この原発問題が収束しない限り、東日本大震災は終わらないと。だからこそですね、真剣に勉強し、質問をしてきたんですが、前回も前々回もですね、ほとんどですね、誠実な答弁がありませんでした。今日は総理一つですね、しっかりとですね、お答えいただきたいと思います。で、まず最初にですね、この3月11日の原発事故発生から、もうすでにですね、8ヶ月が経とうとするのになぜ収束しないのか。ご承知のように、あれだけ大変だったチェルノブイリの事故は10日間で収束しました。スリーマイルズとはですね、16時間で電源が回復して、おおむね10日間で収束しました。野田さんにまずお伺いします。なぜ8ヶ月も経つのに収束しないんですか。細野豪氏。委員長、違います。事故総理に聞いてます。収集及び再発防止担当大臣。ご指名いただきましたので、答弁させていただきます。委員長、私は総理です。委員長からご指名いただきましたので答弁をさせていただきます。チェルノブイリと比較をして村上委員の方からご指摘がございましたけれども、チェルノブイリと、そして今回の東京電力の福島原発というのは状況はかなり、異なります。チェルノブイリにはについては、非常に、炉自体が爆発をしたという状況でございますので、多くのものがもう飛び散ってその後の対応ということでございました。一方で今回の事故の場合にはですね、建屋は確かに水素爆発をいたしましたが、炉の中には大量の燃料が残っております。またプールの中にも大量の燃料が残っております。それをまずは、安定をした状態で冷却を続けるというのが非常に重要になってまいりました。そしてその冷却機能を回復をするのに、先ほど村上委員の方からもご指摘がございましたとおり、いくつかのトラブル確かにございまして、ご心配をおかけをいたしました。安定的に冷却をさせて、燃料の温度をしっかり下げていくと。そして放射線がですね、放射性物質が外に出ないような状況を確保するということに時間を費やしているということでございます。第一ステップが終了いたしまして、現在第二ステップに入っておりますので、安全確認をしっかりやった上で、何としてもですね、年内には冷温停止状態というところまで、持っていきたいというふうに考えております。村上君。委員長、全く答えになってません。じゃあ最初にお伺いしますが、メルトダウンがですね、当日に起こってもかかわらず、なぜ2ヶ月も3回ぐらいでもメルトダウンが起こっていることを認めないで、出来もしない水管化を言いつけたんですか。それにお答えください。細野豪氏。原発事故の収束及び再発防止担当大臣。確かにですね、当初起こった状況について最悪を想定をして、そういう状態なんだということについて、可能性を指摘をすることができなかったということについては、政府の分析の甘さは、私もあったと思っておりまして、反省をしております。正確にはメルトダウンそのものを真っ向から否定をしていたというよりは、燃料は溶融しているけれども、溶融の程度がわからないというふうに、私どもは言い方をしておったんですが、それがですね、分析の甘さということで、ご指摘をいただいたことは、これは真摯に反省をしなければならないと思っております。一方で、水管についてもご質問をいただきました。水管というのは、さまざまな専門家からの意見の中で、
燃料が水に浸かっているという状態が一番安全だというそういう分析がございましてチャレンジをいたしました。まあ、ただそこもですね、原子炉、圧力容器、格納容器双方にやはり水をためることができないほどの、穴が開いていてですね、水管をすることができなかったという意味ではトライはいたしましたけれども実現をできなかったということであります。重要なことは、まあ、水管という手段はもちろん一つ、挫折をいたしましたけれどもしっかりと冷却を続けることだということの判断をいたしまして現在その作業をしているところでございます。村上君、委員長注意してください。今細野さんの言うことはですね細野さんより分かってるんですしそんなことを聞いてるんじゃないです。なぜですねもうその7ヶ月も8ヶ月に何度に収束しないのかと、もうはっきり申し上げるとですね初期の対応とですね人事の失敗なんですよ。だからそれをですね野田さんにお伺いしたいんで野田さんに答えさせてください。はい、答えさせてください。野田内閣総理大臣。チェルノブイリとの違いはさっき細野大臣ご説明した通りでありますけれども、まあ、事故がの発生をして以来東電と政府でロードマップを作りそしてその工程表に基づいて着実に収束に向けて努力をしていて今ステップ2冷温停止状態を目指していると。それは来年の1月までにかかるかもしれないというものを前倒しして今年のうちに実現をするというそういう運びで努力をしているということでございます。委員長。村上君。いや私の聞きたいのはですねそういうことじゃなくて我々の予測がほとんど当たってて皆さんのやってることがほとんど外れてるじゃないかと。そしてまたですねはっきり申し上げるとですねこの最初のですね取り組みについても、まあ、今から質問しますけどもね誰が中心で作業しているのか誰が責任者でやっているのか全くこっちには見えないんですが誰がこういうことをですね企画立案してヘッドクォーターしてやってるんですか。説明できる方は教えてください。細野担当大臣。まず福島のですね東京電力の原発についてはこれを所有をし運営をしているのは東京電力でございますので東京電力に大きな責任がございます。ただ一方でこれだけ本当に厳しい事故が起こっているわけですので一民間企業にそれを任せるわけにはいきませんので政府にもですね東京電力同等もしくはそれ以上の責任があるというふうに考えましてそれで統合対策室を作って作業を進めてまいりました。その責任者はこれはまあ当初は海江田大臣ということで私がサポートしておりました。その体制から私が閣僚になりまして枝野大臣ももちろん大きな役割を果たしていただいておりますけれども実質的には私が東京電力の役員と責任を持ってさまざまな重要な決定については携わっているということでございます。委員長。村上君。じゃあここまで長引いているのはあなたの責任だということですね。細野大臣。いろいろと皆さんにご心配をおかけをしておりまして世界にもまだこれで収束という状況に至っていないということに関しては、まあ、大変申し訳なく思っております。そのすべての責任は私にございます。委員長。村上君。まあ、正直申し上げてですねこのような大変な事故をですね一企業にですね任せること自体私は無理だと思います。まあ、ここにですね前の日本部長 のケビン・ミヤさんも書いてましたけど東電一社にですね任せるのはですね誠にですね気の毒であると書いてあるんですが何を言いたいかというとですねそもそも最初のですね瞬間これはもう細野さんに聞いても仕方ないんで専門家に聞きたいと思います。ここにですねブルンベルグのですね記事があります。福島原発津波が来る前にですね放射能漏れの可能性地震ですでに打撃かとあるんです。それで斑目委員長お伺いしたいんですが科学者の良心としてお答えいただきたいんですが今最初ですね我々に漏れ伝えてきたのは地震が来てその後津波が来て爆電源が壊れてそしてその電源がですね復旧できないからそのメルトダウンが起こったというんですが本当の真相はどういうことなんですか。斑目原子力安全委員会委員長。少なくてもですね原子力安全委員会の方で、把握している事実としてございましてはただいまおっしゃられたように津波によって、全交流電源喪失
および直流電源も喪失されて、このような事態になったというふうに承知してございます。委員長、村上君。今、後でもやりますが、アメリカが非常に関心を持っているのは、なぜ水素爆発が起こったかと、そのプロセスですが、委員長は、アメリカの方はですね、正直言ってですね、今の説明では納得してないようなんですが、委員長は今のままでいいと思ってますか。まだらめ委員長。水素爆発につきましては、格納容器から漏洩した水素が建屋内に充満し、起こったものだというふうに理解してございます。で、そういう意味においては、まだこれからいろいろと事実の解明が必要だとは思いますが、特に外国からの指摘で、問題になっている点はないというふうに理解してございます。委員長、村上君。そのまま言ってください。委員長は最初にですね、あ、それはそんなことは、じゃあ、まあいいです、じゃあ帰ってください、自分で仕切らないように、いやいや、委員長に負けないように、まあいや、とにかくですね、渡辺さんが最初言ってたのは、まさか水素爆発が起こると思わなかった、水素爆発が起こると思わなかったからですね、換算をですね、翌日のですね、朝、テレビカメラを連れてですね、現場に視察に行かしたと、この間おっしゃってたんですけど、そこは間違いないですね。渡辺委員長。現地にヘリコプターで出発する時点では、私の理解では、間もなくもうベントが行われるというふうに考えてございました。で、もし、ベントが迅速に行われるならば、この水素爆発もなかったであろうというふうに今持って私としては信じてございます。はい、委員長。村上君。ここが重要なことです。お分かりのようにですね、ベントは3月11日当日中に行う必要があったわけであります。それが遅れたことがですね、水素爆発につながり、水蒸気爆発になって今日のですね、大きなですね、災害に起こったわけであります。じゃあそれではですね、皆さん方のお手元に資料があると思うので、一番最初のですね、この俺を見ながら説明したいと思います。ここにありますようにですね、福島原発の事故対応の時間的経緯をですね、表にしていました。で、3月11日にですね、地震または地震直後に電力電源が喪失し、メルトダウンが始まると。で、これには、実はまだ諸説がいろいろありまして、地震直後にですね、もう始まってたんじゃないかという説もあります。それからですね、3月12日に、換算が朝6時にですね、福島原発をして、ベントの開始が遅れ、水素爆発、水蒸気爆発。これは今、まだらみ委員長が認めた通りであります。そして実はですね、その3月12日から15日の間、1号機、3号機、2号機とですね、次々爆発してですね、このようにですね、広島原発の熱量に換算すると、ウラン235では20倍、セシウムでは168倍です。はっきり申し上げて大惨事でありました。枝野さんにお伺いします。あなたは当時官房長官で、連日記者会見で、直ちには影響ないと。いうことをずっと発言なされましたが、この現実を見てですね、どうしてあのような発言なされたんですか。枝野大臣。お答え申し上げます。私は3月11日からの最初の2週間で39回記者会見を行っておりますが、このうち直ちに人体あるいは健康に影響がないということを申し上げたのは全部で7回でございます。そのうちの5回は、これは食べ物、飲み物についての話でございまして、一般的にですね、その現在の事故の状況が一般論として、直ちに健康がないということを申し上げたのではなくて、放射性物質が検出された、最初確か牛乳だったかというふうに思いますが、それがですね、1年間、同じ当該寄生地の量を飲み続ければ健康に影響を及ぼす可能性があるということで定められた基準値についてのことでございますので、万が一一度か二度そういったものを体内に摂取したとしても、それは健康に影響を及ぼすものではないということ、このことを繰り返し申し上げたものです。それ以外で直ちに健康あるいは人体に影響を及ぼすものではないということを求め話してしましたのは、一箇所、非常に、結果的に北西
ルが放射線量が高かったわけでありますが、ここに高い放射線量が出てきたことについて、これが長時間を滞在するということではなくて、短時間で影響を与えるような放射線の量ではないと、したがって今その周辺地域の放射線の量を